側から突如現れる女性の姿。何なんですか急に。怖いね。こんばんは。こんばんは。すいません、今回はあまりネタがなくてクリスマスの準備をお届けします。します。はい、これは何でしょうか。おお。お。ツリー。ツリーや。ツリーだ。どうなってる。ツリーでーす。買いました。買った。なんかピコンピコンって、ピコンって。あ、すごいね。なんかこれ。何これ。これはもう。よいしょ。しつらい。はい。壊れそうなんだけど、あ、もう壊れてない？わかんない。これほら。あ、これは。とんでもない。何これ、いくらこれ。もう1000円くらい、7000円くらいえ、なんすか、どういうこと。こんなものを高い値段で買ってって言ってるの、うん、あ、また取れてる、ここも。防災なんかちょっと防災家みたいになってる。おー、こういう気持ちなんだね。防災やるとか楽しいよ。これ何年かするときっと開けるのとかすごい慣れてきて、うん、めっちゃ早くなんか作れるようになるんだ。その技いるのかな。クリスマス懐かしいね。そうだね、向こうで初めてドイツでクリスマスお祝いしたんや。1年前だね。ちょうど1年前に行って、なんかそんな歌があったね。あった。ちょうど1年前にって言ったなかった。知らない。誰。トラブリューじゃん。これ何でもない夜じゃない？何でもそう。うん、え？何でもない夜の話ですね。え、何、どういうこと？1年前にじゃなくて何でもないようなどうのこうのじゃない。何でもないようなことが幸せだったと思うっていう寂しい歌か、あれ。何でもないようなことが幸せだったと思う。いや、やっぱりそうだよね。ふじゃないよ。もう本当に失礼。本当に失礼だよ。トラブルさんね、待って。あ、着いた。いや、着いた。おお。本つけようか。そう、落として割るよ。安定しないで、この絨毯の上は。そうだね、かわいそうに。あ、そうだ、割り切る。そういう感じ。焦げてるけど。あ、これ、あれだ、ワックス占いだ。ワックス占いやったんだ。これです、懐かしの。ろうそく買ってくればできるんだね、またね。そうだね、うん。見たよ。あー、綺麗綺麗。こう見ると可愛いね。これ可愛いね。これ可愛いね。クリスマスっぽい。ぽいね。